はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、ついに気になっていたブランドさんを手に入れたので、コスメブランドさんですねを手に入れたので、そちらの紹介をしたいと思います。こちらのチャンネルではアラフォーの私が、気になった、試してみたい、購入してみた、メイクをしてみたなど、美容を中心としたチャンネルになっております。誰か一人でも参考になれば幸いです。それではスタート。はい、そういったわけでですね、先日ちょっと川崎へ出かけて、まあ、Vlog、食 Vlog にはなるんですけど、サブチャンネルにちょっと上げてはいる、川崎にね、食べ放題を行ったとか、友達とね、遊んだ日のブログを、食ブログを上げたんですけど、その時にはちょっと載せてなくって、実はそのお友達に、いろいろご馳走になったりとか、この、コスメブランドさんずっと気になってて、これ欲しいんだっていう話をしたら、なんと買ってくださいまして、そちらの紹介をさせていただきます。それは何のブランドさんかと言いますと、こちら、リリミューという、指原二郎さんがやっているコスメのブランドさんのものです。いろんなコスメは私は試す機会もあるし、コスメを増やすのはどうかなと思ったのと、どれを買っていいとか分からなくて、実は&B が今更気になってるので、そっちのものを買うか、こっちのサッシーのものを買うか、ちょっと迷っていて、で今回サッシーの方を、はい、買っていただいちゃいました。私はですね、こっち02番のティーローズっていう方を買いました。もう一個オレンジのものが入ってる方もすごく良かったんですけども、なんかこれからだったらまずこっちの方がいいんじゃないかなと思いまして、でもうすでに何回か使っているんですけども、皆さんご存知のブランドさんなんで今更感もあるんだけども、こういう感じになっております。はい、全部使える色味です。今日もね、薄く塗っております。今日実はワクチンを打ってきまして、2回目で、今もう打ってから2時間3時間くらい経ってるんですけど、今のところ何も、副反応的なものは起こってないんで、こう今撮影をしているんですけど、2本、これ2本目なんですが、ワクチンだけだからいいやと思って薄くメイクをしてる感じなんですけど、このね、色味すごくね、綺麗ですよね。ここのさ、ところに R って入ってるのがさ、ちょっと消すのがもったいないから、避けて使ってるんだけど、アラフォーの私にも全然使える色味で、特に気に入ってるのはこのラメが入ってるもの。これ濃く見えるんだけど、実際つけると自然な発色っていうので、使いやすいんですよね。で、全部装置してみます。あんまりこう、一つ一つの色が、そこまでこう、なんか主張されないっていうか、とにかく自然なんだよね、全部。はい、こんな感じわかるかな？4つ出すとこんな感じで、そのまま発色って言えばいいのかな？調整が可能なので、重ね塗りしても大丈夫だし、そのままね、一回で、済ましてもいいしっていう、こう自分でね、調整ができるところもいいし、とってもね、ラメ感、これ見えるかな、ラメ感がすごく自然で綺麗なんですよね。色も出てるんだけど、こう大人がつけてもすごく自然な感じで、で今日はちょっとラメを多くしようとかやったら2回ぐらい塗るとかできるし、なのでオレンジの方もそういう感じだと思うので、このパレットはちょっともう一個欲しいなって思いました。毎回言ってるかもなんだけど、シンプルなパッケージ、ここにね、ロゴが入ってるだけのシンプルなね、こういう作りがとても惹かれまして、&B の方もね、いずれ欲しいんですけど、サッシープロデュースということで、はい。この発色は私はすごく自然で好きです。はい、これ結構使ってるよ、もう2、3度ぐらい。11月の3日の祭日の日に出かけて買っていただいたんで、
最近ね、なんかアイシャドウ率が高い、買ったりもらったり、当選したりが多いんですけども、アイシャドウやっぱいいですね。はい。それともう一つ、ビッグミーアイズグリッターっていうもので、02番のオンリーミーっていうやつなんですけども、様々な大きさのグリッターで、きらめく目元を演出、ウォーターベースで高密着のラメグリッターということで、これがまた、結構話題になってるじゃないですか。すごく可愛いって。で、4色展開ぐらいあって、一緒に行ったその友達に聞いたら、どれもいいけど、ピンクがいいんじゃないってことで、02番の、こちらを買いました。これね、こういうなんか見た目、すごい自然じゃないですか。でもピンクみたいな感じなんだけど、ラメが綺麗なんだけど、やっぱラメがさ、いろんな大きさが入ってるから、わかるかな？この、ここなんだけど、こうピカ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 しても自然なんですよね。で、やっぱウォーターベースと書かれてるから、水っぽいからね、ここの下につけても、すごく自然に発色をしてくれます。これはね、ちょっと下につけますね。はい、こんな感じ。つけたかつけてないかわからないかな。とってもね、こう自然なんですよ。いっぱいつけてもそんな目立たない感じ。これこそ本当に大人の女性がさりげなくつけてても全然わからないっていうか、違和感がないって感じ。で、これいきなり出してガーって塗るのもありだけど、一回手の甲とかにつけて調整しながら塗った方がいいところもあるかもしれない。人によってね、つけすぎたとかならないように。一応このね、この感じが、塗りやすい構造になってるんだけど、たまにほらラメがさバラバラだから大きいのが出てきちゃって塗りにくい時もあるので、一回こういう風に手の甲とかこういうとこにつけて塗った方がいい気は今しました。はい、こんな風に自然なんですよね。何気にこう顔じっと見たら光ってるみたいな感じでさりげないので、アラフォーの、私でも全然違和感がない感じする。だからこう下じゃなくても、まあ上にちょっとつけてもいいと思うけど、下だとほんとさりげなく、さりげない感じで可愛いと思います。色がね、すごい迷ったんだけど、これにしてよかったのかな。もっと白いものとか、いろいろあったんだけど、このピンクにちょっと、ピンクなんだけど、こうそんなピンクピンクしてないから、すごい使いやすいなって思います。ほんとね、この、2点はね、さりげない感じで好きですね。ブロンザーとかできるやつも売ってたんだけど、まあ、今回はこっちを買ってみました。でもアイシャドウはオレンジの方もちょっと個人的に欲しいなと思ってます。はい、それでもう1点買っていただいたんですけど、ファミリーマートで売っているこちら、ソポです。このシリーズはファミリーマートの、コスメの、で、最近といえば最近出た、やつなんですけども、結構前にねアイライナー一本持っていて、それもすごく良かったんですけども、今度アイライナーとアイシャドウが一緒になってる製品が出たんですよね。あったのかな、でも前アイライナーしか確かなかったのでこれ出たんだと思うんですけど、その中でも私は03番のカシスソーダを買っていただきました。で、今ちょっとスウォッチを手にしてみたんですけど、これアイライナー下で、これがアイシャドウです。この発色です。コンビニコスメでここまでですよ。しかもこれ一本でここが済ませられるっていうことがすごいなって思います。こっちが開けるとアイライナーとして使えるものが出てくるんですけど、こちらにね、開けるとこうアイシャドウとして使えるものがついてまして、これで塗るとこんな感じなの。すごくない？特に秋これいいよね。もうちょっとさ、アイシャドウぼかせばさ、もうちょっと自然に見えると思うんだけど、アイライナーとして使うんであれば、もういい発色だよね。まあこれでことは足りるけど、ラメが欲しいなと思ったらラメのなんか塗ったりとか、ラメライナーとかちょっと足したりとかすれば全然これでいいし、あと締め色入れたいんであればこう茶色、ブラウンをちょっと入れるとかすればもう全然いいよね。で、今こう冬に向かってるんで、まあ、今の時期とかには使えるんじゃないかなっ
って思います。でソポっていろんな色がね出てるんだけど、他のメーカーさんとはまた違った方向の色が多いイメージなんですよ、私の中で。ちょっとなんか他のメーカーさんにないような感じの色が多い印象なので、集めたくなりますよね。で、最近ネイルとかも出てきたみたいなので、ファミリーマートすごいですよね。私、パラドゥ、セブンイレブンのパラドゥのアイライナーは本当すごく好きなんで、あれはもう漆黒なので黒としては本当にあのアイライナーは最高なんですが、カラーがあるやつではファミリーマートいいと思いました。あ、これねソッポ集めたくなるね。私もうずっと前にこう夏になる前にクッションファンデーションを買おうと思ってたの、ファミマのね。で、あそこも3種類あるんですよ、その色展開が。だからすごくいいなと思って買おうと思ってたんですけど、結局買わずじまいでとなっているので、ソポでちょっとなんかね、もうちょっと集めてメイク動画とかも面白いんじゃないかなって思います。アイライナーとしても結構なんかネイビーとかすっごい蛍光じゃないけど、黄色とかオレンジとかいろいろ出てるじゃないですか。でもこれはアイシャドウも一緒になっていてのこの色なので、全部集めたら本当にカラーメイクしたい方には本当にいいんじゃないかなって思うぐらい種類があって、いろいろ増えてくるとは思うんだけど、でもなんか色展開もちょっとなんか他と違って面白いし、これからね徐々に集めていってもいいんじゃないかなと思ったので、で友達に買ってやっぱいただいたんですけど、友達はそれを知らなくて、ファミマにコスメがあることを知らなかったらしいんですけど、同じ色を彼女も買っていて、コンビニでこう気軽に買えるのにこの発色は本当にすごいなって思います。アンドビーと2つ今気になってるメーカーさんだったので嬉しいです。でこれもね前から知っていながらなかなかねこう集めてなかったんですけど、これね本当にありがとうございました。はい、そういったわけで今回お友達に買っていただいて、ようやくというかやっと手に入れた、サッシーのコスメと、ソポのファミリーマートさんで売っているソポを、買っていただいたので、ちょっとご紹介させていただきました。やっぱサッシーのこのね、アイシャドウに感動しましたね。さりげない発色で、私がすごく気に入ったので、オレンジの方も、買いたいなと思っております。で、ラメライナーに関しては、本当に、私みたいなアラフォーがつけても違和感がないから、まあこれね、結構、話題にもなってるし、売れてもいるそうなんですけど、カラー展開も多いから自分で合うものが見つけられたりとか、で量もねたくさんあるからね、しばらく買わなくていい、毎日ね少量ずつでもコスパいいと思うし、これで1000円なんて安いですし、これもね3000円しないので、まあプチプラコスメには入るんだと思うんですけど、今回もご視聴ありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にね、リンクが貼ってあるところから SNS の、フォローだったりとか、こちらのチャンネル登録もできるようになっておりますので、チェックをお願いします。はい、そういったわけでね、今回そのサッシーブランドとソポを買っていただいたんですけど、いやー、その日は本当に友達には本当に感謝しか言えないんですけども、まあ、サッシーのコスメ本当すごくいいですよね。こういう発色のものって使いやすいですし、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。